昨日午後8時ごろ、福岡市で市営住宅の一室を焼く火事がありました。合わせて4人が病院に搬送されています。炎が5階建ての建物の最上階のベランダから吹き出し、大量の煙も立ち上っています。警察と消防によりますと、昨日午後8時ごろ、福岡市中央区事業で市営住宅の5階から煙が出ていると、隣の部屋に住む女性から消防に通報がありました。火はおよそ1時間半後に消し止められました。火元とみられる部屋には60代と70代の夫婦が住んでいて、煙を吸って体調不良を訴え病院に搬送されています。また隣の部屋に住む男女2人も病院に搬送されました。4人とも命に別状はないということです。夫婦の話では、出火当時部屋の仏壇にろうそくの火を立てていたということで、警察はこれが火事につながった可能性もあるとみて詳しく調べています。